ですぐルームス行きますそうそうやねん時間のなれがなくなったから拍手だよねそう大人の階段登ってますこんなところからそうさすがにこれはワクワク間違いないほんまにそうああ痛いよ くよね明日も仕事もそうよな平日やんもん今日は火曜日みんなね4月からなあ環境が変わったりで大変やと思うけど頑張ろう普通に頑張ろうヤッホー生存待機してたありがとうマジ 天南もまあ待っててんけどなかあのちゃんと時計見て秒針見て見てたえー、それな10時以降ってマジでかないだってさ絶対10時以降の方が見れるやん見やすいやん、まあ、みんなとは限らんけど大体の人はそうやからいいよね天なのメール見と思ったけどいろいろ制限あるよね学生の間はそうやねん そうなのさ結構限られててできひんこともあったんだよねなこの時間に天野見れるの嬉しいえそれなあてんのもこの時間にえ正味さこれぐらいが一番いいやんやんな <laughs> やからいいよねこれが天野もそう思う天野もこの時間が一番やりやすい ールもあかん神染めるもあかんって言われるもんなそうでもちょっと聞いてほしいてんな今あの何爪てんなさあのさ自分のなんか中で唯一これだけはなんか自信持って言えることが爪の形やねんなマジで爪の形はマジで綺麗やと思ってんねん自分で <laughs>。 綺麗やし何素晴らしい <laughs> 素晴らしいと思ってんねんよ <laughs> 爪だけは <laughs> でま,まださネイルもできひんわけやんか昇格してないしやから「攻めてもの」っていうあれで爪を伸ばしてるわけ今めちゃめちゃ綺麗に伸びてきててちょっと見せたい めっちゃ綺麗く、ね、これはもう今爪弱なるから補強のやつ塗ってるけどめっちゃ綺麗じゃないやばくないえやばない <laughs> やばないそう補強のなあの爪爪ってマジで脆いからあの割れにくくするために。 補強のあれを塗ってんねんけどでもめっちゃきれくないやばいよなえぐいわーマジで <laughs> マジ最高そう学校やったら切らなあかんやん爪ってだからそうそう地爪です ほんま爪だけはマジ自慢できるわてんなホンマずもう見てほしいもんやばいよなつけ爪いらんもんなもうここまできたらどれぐらい伸ばすいやそれはもう分からへんねんけど マジで綺麗よな思うでてんなもんちょっとマジで綺麗じゃない <laughs> 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 やばいよなほんまこれが唯一自慢できるやつで何を飲んでるかって言ったらスポロンですこれ爪以外も自慢できるとこいっぱいやで顔もスタイルも全部いやもう そんな、ありがとうな言ってくれるのは天んなのこと好きでいてくれる人だけですよウキウキしてるてんなかわいすぎるやろえそうなのよこれマジ自分であのまあ毎日爪見んねんけど <laughs> もうテンション上がりすぎてやばい爪ってマジでいいねんわかる手元ってめっちゃ見るやんスマホ触ってる時でもそうやけどだからいい って話 <laughs> そう割れへん割れたら嫌やからそう補強頑張ってるちょっと割れへんようにスポロンそう美味しいこれこういうのめっちゃ好きやねんわかるこういう飲み物わかるかねみ 未来とユニバ行ったんやけど未来がせやん子供になつかれててずっとその子と遊んでたすごくねえめっちゃいいよな子供ってさマジ無性に可愛いなんでなんやろマジ可愛いいわ爪切りやったら確かにテンション上がるえやんなやんなやんなマジそうネイルした女の子の現象やえそうなんよ爪はマジモチベそうそう えー、そうやね指も綺麗に見える見えるやんこう手先指先とかも綺麗に見えるやん爪綺麗やったらそれもいいよねっていう話です毎日子供とかかかってる保育士さんやったっけ保育士マジいいよな今もなんかいつか保育士しようかな <laughs> 保育士したいなで今日はまあ別になんか何を話すとかないからあのちょっとずっと開けたかったやつを開けます今度店ナのペンライトカラーのネイルするえ店に来てな絶対直接直接店に来てはよ梅屋 すーそんなそんな簡単に言うもんちゃいますぜそんなことがほんまにそんな簡単に言ったらあかんよそんなこと一緒に保育士しようマジで保育士っていいよなもうなちゃうねんこれほんまちょっと言わしてほしいねんけどな <laughs> あのな <laughs> 劇場になあの公演をたまにち ちちっちゃなお子さんもあの連れて来てくれる人がねい,るいらっしゃるんやけどあの娘さんとか息子さんとかを連れてきてくださって、まあ、その子供っめっちゃちっみ,みんな来る子ちっちゃくってでもうさまず足下についてないしななんなら体操座りとかして見てんねんなもうたまらん可愛くてやばい。 ずっともうなんか目いっちゃってなんか逆にこっちが目あったらファンさせてもらった感覚に陥るみたいなマジでかわいいんやなたまらんよねハローってんなハロー街中の人にネイル見せつ,見せつけるために手もで戻りながら歩いてるナウかっこいい待ってナウ <laughs> ナウ てでも,でも踊りながら歩いてんのやばいな。いや、いいほ、いいと思うよ。宣伝にはなるよね。<laughs> How are you?I'm fine.Thank you. I fine. Thank you. え、そうそう。ちびっこいたやろ、広昼公園にもう、ほんま <laughs>。たまらんかったもん。ほんま抱きしめたかった。もう、逆に握手会してくださいって感じ。そうそう。 子供っていいよねーマジでかわいいで今てんなが開けてるやつはこれねーこれこれが出たキックボード乗ってるやつこれはねープキちゃんがてんなのお誕生日プレゼントでくれてたやつやねんけどもうなずっと開けたかってんけど 何かで開けたいってずっと思っててっていうのをずっとしてたらこんな時期になってしまって今ってやつえこれなんなん有名なキャラクターなんってんなこのキャラ全然知らんくてでも可愛すぎるから嬉しかったもらってこういう開けるやつめっちゃ好きなんよわかるテレタピーズテレタピーズテレタビーズ てやつ。なん。え、みんな知ってんのや。すっげー。てんな、セイハロトゥミ。ハロー。へえ、そうなんや。深夜のてんな、むそすぎ、え、別に何も、いや、何も変わらんのじゃん。変わる、見て。可愛い,い、進むねんけど。 やばない今日は何してたのえ散歩行った今日めっちゃ歩いたで多分一人で散歩してためっちゃいい天気やったから超可愛いねんけどんかでも発車するなえー、可愛い えでもちょっとなんかさめっちゃ嫌なこと思いついちゃってめっちゃ嫌やねんけどこれな目がさ見えへんな目がなあのなこっち向いてんねんやんかこんな感じやんねんでもさこれがさこっちになったら怖いよねっていう何で言ったんやろ思いついても言わんかったよかったな言ってしまった言ってしまったら余計怖いって これかわいいあ、はい <laughs> かわいい素敵プキちゃんありがとう顔似てね似てる顔ま似て似てのか 音楽聴き,きながら歩くのめっちゃよくないこの前手もでも聴きながらランニングしてたえ <laughs> 手もでも <laughs> あでも確かにリズムあるからいけるかそうていうの音楽聴きながらやる散歩はでも逆に期間と何無心で歩くのも好きそれ夜寝る前寝る時「なる」で目合う やばいよそんなやめてよそんな伸ばし棒で怖いってやだよちょっとまあ寝るときは裏向きよっかな <laughs> バシバシのまつげ書いてあげようまつげな確かにまつげないわいやなんかちょっと嫌やなこんな時間に言うからあかんねんわかる 自分で言ったんやけどね夜寝ねとる間にそういう人間になっとるかもねやばいって<笑><笑>えっ無理普通に今日さなんかさ花粉で目やかへんよよなマジブスごめんな <laughs> あ確かにほくろかいてみようかな待っててんなんか今思ってたこと売ってるわ朝起きたら少し前に進んでたりそうちょっと動いてみたりとかね15分たった早っ後ろ向きに置いたりし置いたら振り向いてくるかもしれんであうわめっちゃ嫌やなどうしよう箱に戻す <laughs> やめてちょっとみんなさ何な,なんす何ちょっと嫌や,や,や,やわ <laughs> 嫌いや,いやわもう15分経ったんやけどえっとルームスでは天中ずっと紹介したかったものを紹介しようと思ってるからちょっと楽しみにしておいてください最近よかったのちょっと紹介しようと思って共有共有そうやん出しといた方が喜ぶそうやねんけどそうやねんけどな分かってんねんけど レイナ生誕入るけどテンちゃんおらんそうやねんレイナの生誕出たかったけどちょっとかけながらで応援させてもらうわ遅くまでの配信解禁された時に限ってそんな話するからええチャーネでもさ好きやねんそういう話好きやけど怖いから嫌みたいな矛盾矛盾です 何何欲しいなっとる何だこれ何にかぶせる <laughs> ってないでしょどれなんやろ埋まって寝れてる時にキックボードの音めっちゃ嫌やねんけどやめてな普通にじっとしとってな頼むからいやいやわかつらかつらかつらそんな埋まってまうかなえどうするよそんな髪の毛短くなっとったりしたら。 イメチェンでみたいな普通に無理いやそれ直接言わなあ,あかんでしょう,、ね、うなずいたやばいって <laughs> マジでしゃべりかけていやもうそれはなやっぱり直談判せんとな自分かなって分からんから多分。ショートにおいそう「うまっ?」ってんなでも絶対髪切らんで。 髪切らんというか短くせえへんっていうのは一回短くしたことあるけど伸びた時のあれが嫌すぎてしかも髪の毛何もできひんからさ何もってかレパートリー少ないからおもんないと思っていや,や新しい壁車どう逆にどうなん <laughs> みんな的に <laughs> みんな的にどう <laughs> みんなちょっとマジって感じやねんけど <laughs> どう いやちょっとごめんって感じやねんなマジそうだからちょっとあんま宣伝したくなくてあのツイッター上げてない X か <laughs> 前の方が良かったとか言ったらあかんけど前の方が天の的にはまだ見てられるぐらいやってんけどもうあんまり言ったらあかんよねこういうのはね まって怖すぎてんのもめ面なかったらそういうことだと思ったからね <laughs> どういうこと死んだってこと <laughs> えぐない <laughs> マジ無理、えー、株社ならん言われてたんやろあれえどうやったかななんか分からんけどそう えそうやんな。やっぱそうよな。わかるわ、マジで。前の方がよかったよな。もうほんま無理。あかんよな。こんなんあかん。こんなんあかんよな。普通に考えて。いや、なんでも感謝しなあかんねん。わかってんねんけど。わかってんねんけど。わ <laughs> かってんねんけどさ。<laughs> なあ。いや、もう言や、ま、やめとけわちょルームスで言うわ。<laughs> ルームスで。ルームスでね。 ちょそれについてはしゃべろう普通に考えてだからあのまだルームス入ってないよって人はあの気になるんやったらルームステンちゃんと入ってください <laughs> 待ってなえっとここではちょっとあんま言わんとこね <laughs> そうそうめっちゃ撮影自体めちゃくちゃ面白くてめっちゃおもろかったよあの撮影なんか何やろ何ていうの自然体みたいなめっちゃ笑顔で 撮りますみたいな感じでめっちゃなん褒めて褒めちぎって撮影してくれてもてんな大爆笑して写真撮っててんけどほんまに面白かった楽しかっただからめちゃくちゃ楽しかったんそう <laughs> <laughs> もう劇場のやつ変わってんでいやもうここあのショールームでは何も言わないんです私はもう <laughs> <laughs> そうやんな自撮りを愛車にしたらなかなか良さそうやけどなそうそうそう「国民的美少女コンテスト感があるほんまに言ってる?」 ほんまに。<laughs> いけてたよ。片言だ。そう、多分そうと思うで、一年くらい変わらへんのちゃうかな。前のやつもそうやしな。うん。そうなんですよ。よし、ちょっともう、はよゆい、はよ、ちょっと喋りたいこと。できたから。 ルームスイックは <laughs>。ということでランキング読みます <laughs>。13位「アントさんありがとう」。12位「カズさんありがとう」。11位「ゆうとくんありがとう」。10位「ケイさんありがとう」。9位「未来ちゃんありがとう」。8位「さとくんさんありがとう」。7位「ともひこさんありがとう」。6位「なおいきぬさんありがとう」。5位「たむたむありがとう」。 まことくんありがとう3位おかちゃんありがとう2位ウルフさんありがとうそして1位はバリーさんありがとうみんなありがとうアイテムもありがとうございますということで今からすぐすぐすぐルームス行くから早くルームス来てくださいルームス始めたら秒速でしゃべりだしますということでみんなありがとう10時以降の配信初まあ、またすると思います じゃあねー。ありがとう。バイバーイ。